真面目感出ちゃった。面接くっさい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アンナちゃんと同級生なんで、そのね回り回って喋るみたいな感じです。二人きりはあんまりない。そうだね、二人きりはあんまりないかも、うん、絶対お兄ちゃんがいる喋るとして。この前あっくんち来た。あ、言ってた。なんかお母さんが電話してた。そう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 、アンナとキイコ来てたわ。そうそうそう、みっちゃんとも話してた。イニシャルトークみっちゃん。印象はそうですね、まあ、今となっては世界のトップカーラーの一人としてすごいあの尊敬する選手なんですけれど、もともとは本当に幼馴染の一人というか、まあ、友達の妹なので本当になんかお互いによくここまで頑張って続けてきたねっていう感じがする。本当にアンナちゃんは本当にもう中学校とか小学校の頃から2校上の本当も先輩で、本当にずっとちっちゃい頃からずっとアンナちゃんはずっとずっと強くてずっと憧れてたような存在でもありますし、本当今でもすごくチーム内でもとてもしっかりしていて、すごくまとめるじゃないですけど、そういうところの中心にいるのかなって外から見てても思いますし、本当に尊敬できる選手だなと思います。チームの中では、まあ、オンアイスでは、まあ、スイーパーとしての役割も大きいですし、あとはまあ、セカンドというポジション柄、やっぱりチームのこのエンドの組み立てをつなげる重要な役割をやらせてもらってると思っています。まあ、ハウスにこう立ってこうスキップやバイスのように作戦に実際に加わる場面っていうのは少ないんですけれど、やっぱりその外から見た自分のアイディアだったりっていうのをたまにこうポンと助言したりだとか、やっぱりチームの中で誰も気づいてないようなところにいち早く気づけるかっていうところも重要な役割かなっていうふうに思っています。とアイスの外ではと結構なんかこうまとめ役とかっていう風に言われることもあるんですけれど、実際には、まあ、そういう一面もあるかもしれないけれど、どっちかっていうとやっぱカホといつもふざけてて、みんなに温かい目で見守ってもらってるっていうような感じなので、ギャップがあると思います。はい、中では私もセカンドでやっぱりスイープっていうポジションがやっぱりとても大事だなと思っていて、やっぱりさリードサードスキップのショットを決めるも決めないもスイープに結構かかってくるところもあるので、そこのアイスリーディングだったりアイスの状況をコミュニケーション取ったりっていうするところを意識しています。外では意外かもしれないんですけど、私もお金担当で私も実はチームのお金を握らせていただいています重役重役です。お金に関してはまだ奇跡的に大爆発が起こったことがなくて恐れてはいるんですけどまだ何も起こってないんです。ワドフィックスカップはこう珍しくもこう男女ともに戦う大会なので、本当にそれまであんまりこう戦う機会がなかったんですけれど、男子のチームの作戦も学びながら自分たちがどこまでできるかっていうのを試す機会としてすごい毎年楽しみにしていて、まあ、その流れでこの同銀
クラシックっていう大会にあのいい準備ができるっていう、こういい流れができてるので、世界的にはちょっと早い時期にシーズンが始まるんですけれど、こうそれをまあ自分たちの日本のチームのアドバンテージとしてうまく使ってきたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、アドビックス杯は私たちのホームリンクのアドビックスホールでやっているので、確か1回目は優勝したしてた気がする。してたよね、うん、なんか1回目とあと多分女子の男女分かれた時に1回目で優勝することができて、すごくやっぱり自分たちのリンクの自分たちのスポンサーさんの大会だったので、すごくなんか印象に残ってるっていうのがありますし、道銀クラシックはすごく海外からのいいチームを呼んでくださったりして、すごく日本のチームだけじゃなくって、韓国だったり中国だったりカナダのチームだったり、いろんな国の強いチームと戦うことができる、とてもいい経験ができる大会だなと思っています。好きなところ、なんか照明が目に優しいかなってあの入ったあの雰囲気っていうのが、なんかこうカナダのクラブリンクのようなちょっと温かい雰囲気に似ていて、なんかこれまでこう日本のリンクっていうのはやはりまあ市の施設だったりして、こう施設っていうような、まあ、そういったこう、まあ、広々としたところの良さもあるんですけれど、今回あの北見にできた新しいリンクは本当にこうアットホームな、こうカーリングの持つこう仲間とワイワイ集うような場所っていう、そんな雰囲気があって、すごく行くのが毎回楽しいですね。はい、はい、アルゴグラフィックホールは3シートしかないんですけれども、そこがすごくコンパクトで、内装だったりも少しずつすごく可愛いところが、こだわりがあるなっていうところがあったりして、そういうところが可愛いなと思いますし、なんかどんどんグッズだったりとかオリジナルのなんかちょっとしたなんか写真撮れるようなスポットだったりも少しずつあって、そういうところの工夫がとても可愛いホールだなと思っています。そうですね、東銀カーリングスタジアムは地下鉄で行ける、世界でもですかね、まあ、日本でも唯一 の、 あの施設なので、本当に気軽にあの行くことができますし、実際にこう寒いこの空間の中で観戦できるっていうところでは、なかなか普段テレビでしか見られない競技だと思うんですけれども、まあ立ち寄っていただければ、その空気感だとか、あとカーリングのこの石の当たる音とかっていうのも実際に身近に聞いていただくことができるので、今なかなかまあ、コロナの状況の中で難しいかとは思うんですけれど、まあ、もしこれがうまく収束してきたら、実際に身近にカーリングを体験できる施設となっているので、ぜひ来ていただきたいなっていうふうに思います。アンナちゃんも言ってたんですけど、地下鉄で行くことができて、その地下鉄の月サムのところは本当に道銀の顔がドンドンドンってなってそこで、ああ来たって、もうその地下鉄を降りた時点ですごくカーリングを感じることができて、そこでいつもやってきたなって感じになるのと、あとやっぱり北見ところはすごく、まあ、田舎ではあるので、札幌って私たちにとってはもう大都会で、札幌に行って今はなかなか外に出ること難しいんですけど、札幌に行った時になんか今流行りのなんか夜パフェとかタピオカとかをなんかこっちでなかなか食べれない流行りのものを食べてみるのが楽しみです。そうですね、まあ、カーリングは、まあ、施設が、まあ、専用の施設がないとできないっていう、なかなか競技環境としてはまだ厳しい状態にあるのかなっていうふうには思うんですけれど、やっぱり日本の国民の方々、やっぱり野球とかサッカーとかバスケとか
すごい熱狂的に応援することが多いのかなっていうふうに思うので、やっぱり全国どこでもカーリングが見たりとか、あとまあ体験できたりっていうのが、まあ、将来的にはできたらいいのかなっていうふうに思うので、どんどんこうカーリング人口が増えていくように、日本国内いろんなところにリンクができたらいいなっていうふうに思います。はい、やっぱりカナダとかに行くと本当にすごく大きい会場でたくさんお客さんがいつも入っていて、そこで本当に日本だと結構カーリングを静かに見守るみたいなスタイルなんですけど、カナダとかに行くと本当にもうなんか野球とかみたいにわーみたいな感じで、結構なんか飲んで食べて騒ぐみたいな感じ、なんか見る感じになっていて、そういう風に日本のカーリングも将来になったらすごく面白いなって思うっていうのと、あとやっぱり今私もカーリングをしていて、やっぱりなかなかやってみたいけど施設が近くになくてできないとかいう声も結構たくさん聞いたりするので、やっぱりやってみたい人がすごく簡単にできるような環境になったらいいなと思います。アルゴカップは本当また私たちのスポンサーさんでもあるこのアルゴグラフィックスさんの大会でもあるので、すごくアルゴさんもすごく応援してくれてますし、やっぱり第1回の大会ということもあって、どういう大会になるんだろうっていうのがすごく楽しみでもありますし、アルゴホール自体で大会をやったことがないので、私たち自身もアイスリーディングだったりすごく学ぶことが多くなる大会だなと思っているので、今のような大会が少ないこの状況で、すごくいい経験になると思うので、すごく楽しんで自分たちの力にしたいです。はい、同銀カーリングクラシックは8月の中旬に開催されるので、オリンピックトライアル の準備としてもすごく重要な大会だと私たちも位置づけているので、そこに向けていい準備をして、すごく熱い戦いをお見せできるんじゃないかなっていうふうに思っています。あとはこんなコロナ禍ではあるんですけれども、大会を開催するために皆さん働いてくださって、今年北海道銀行70周年というすごい記念すべき年でもあるので、本当にこの大会での熱い戦いっていうのはそれにこう花を添えるようなことができるんじゃないかなっていうふうに思うので、私たちも大会ではいい試合ができるようにしっかりと準備をして臨みたいと思います。